こんばんはもうさてプレミアムセミナーにご参加いただきましてありがとうございますテレビ東京の片藤あかねです今夜もよろしくお願いいたしますさて今回のセミナーのテーマは利上げ路線に黄色信号日銀バーサス政治そして世界経済を読み解くですね、うん、石破政権の誕生とともに日銀の利上げ路線の雲行きが怪しくなってきました 自民党総裁選後石破総理は追加利上げに否定的な見解を表明しましたその一方で円安懸念が再燃するなど日銀の金融政策をめぐる外部環境はより一層複雑になっていますこうした中日銀の上田総裁は金融政策の立案決定に向けてどうリーダーシップを取っていくんでしょうか金融政策に精通する指揮者をゲストに迎えまして利上げ路線の先行きを大胆に展望します それでは今日のセミナー講師のお二人を紹介します元日銀理事でみずほリサーチテクノロジーズエグゼクティブエコノミストの門間和夫さんですよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします、はい、そして日清基礎研究所チーフ株式ストラテジストの井出慎吾さんですどうぞよろしくお願いいたします定番のもうさて定番のお二人でございます <laughs> お二人ででもご一緒に出てもらうのは初めてですかね、もうさてセミナーは。どうですか、このセミナーを初めて。です。どうですかね、でも番組でご一緒してるんですよ。そうですかね。BS とかもいっぱい出てるじゃないです日系プラスナインとかかもしれない、ねうん。そうですね。うん、ここ全員日経プラスナイも出てます、ねうん。そうですね。<laughs> だから。<laughs> ええー、今回あで伊瀬さんってセミナー自体初めてっておっしゃってましたよね、うん、プレミアムセミナーは多分初めてです。うん意外とだそうです。いや、うんうんうん、意外とってことでもないですけど。<laughs> もう出てくださってたのかと思いきやなのでちょっと。サタデーはね二回ぐらい出たことあん。あそうですね。伊瀬、うん、さんにも質問したいことがあれば皆さんぜひぜひ書き込んでください。ということで今回のセミナーのスケジュールをご覧いただきましょう。こちらです。 一部は日本の物価情勢を点検ですそして2部は利上げへの不透明要因を分析3部は金融政策予想と投資戦略4部は質問コーナーとなっています時間の許す限り視聴者の皆さんの質問にお答えしていきますそれでは早速第1部に参りましょう第1部は日本の物価情勢を点検ですね では早速、門馬さんからお伺いしますが日銀の今後の金融政策を考える上ではやはりこの国内の物価情勢の現状このあたり重要になってくると思いますが先行きに関してもこの辺含めてどう今考えていますか。あの番組のタイトルが、はい、あの利上げ黄色信号とありましたけども、はいあのー、一つ、ですねもう完全にほぼ青信号という指標があるんですよ。でこれれはあのー、日銀は、ね、その物価が,上がればいいってて話じゃなく 賃金と物価の好循環両方上がらないとだめだっいうことになってるんですけれどもそ,、ね、その賃金はこれ、かなり青信号に近いと思いますね。というのはですねこの6月、7月ぐらいのところでかなり賃金上がってるんですね。はい で以前はその賃金上がってるけれども物価に追いついてないとだから実質ではマイナスだっていう時期が2年ぐらいあったんですけれども、はい、この6月7月はついに実質でプラスに転じたっていうことですねで,すね、はい、で確かにまあ,あのその時期ボーナスがあったからプラスになったっていうのもあって8月はまた若干マイナスになってるんですけども。はい ただそのマイナスも非常に小さいですよね。だからこれも慣らしてみるとですね、ほぼプラス基調に入ってるっていうことなんです。うん、だからまあここはあの利上げ完全にこう追い風青信号っていうことなんですね。はい、でこれ青がさらに確実になるのはですね来年の春闘っていうことなんですね。はい、だからまあ来年の春闘は非常に大きなポイントで。 これすで、まあ、にです、ね、あの、まあ、今年は5.3%、はい、連合ベースだと5.1%なんですけれども、その連合がですねあの来年も5%以上目指すというふうに言っていますよね。 それからあのサントリーの新浪さんなんかもね、はい、あの七パーセントライ曲げるぞっておっしゃっているので、雰囲気はとりあえず出らしいんですよね。はい、だからまあ実際に来年五パーセント超えてくればですね、これはもう全然問題ないと日銀的にはもう完全にですね利上げ、えー、どんどん進めていけるっていう感じになると思いますね。うん、まあ最低やっぱり四パーセントは欲しい、うん、そんな感じですかね。あそうですか。はい、という四パーセントで、はい、この辺りはまあ日銀のオントラックというような,状況なん、ね、そういうことですね。ですかね。で。 感じの物価の方ですか。こちらはどう、うん、こっちがですね、その賃金が上がっている割にはちょっと黄色信号かなっていうの、はちょっとまだここなんですよね。うんはい、で、その物価はですね、全体で見ると直近で2.4％、だからまあ2％を超えて、しかも2年以上2％を超えているわけですけれども、はい、えっと覗くエネルギーだとですね、まあ2.1％ギリギリですよね。はい、それからあの日銀が出している基調的な物価上昇率、これ結構大事な指標なんですけれども。はい これだと0.8%中央値っていうもので見てますけれども、はい、この中央値だと0.8%でこれ1%も切ってきちゃってるっていう感じなんですね。はい でなんでこうなってるのかっていうことなんですけれどもあのちょっとサービス価格がですねあんまり強くないかなっていうことなんですね。<laughs> はい、で特にこのサービスがですねあの昨年の末ぐらいは2.3%の下の方の濃い青の線になりますけども、はい、あのそれが2.3まで上がったんですけども、はい、足元は1.3まで低下しちゃってるわけですよ。はい、で内訳右の方にちょっと細かくて、えー、申し訳ないんですけども。 いいろろある中で,です、ね、その結局去年上がってたのはです、ね、外食とか携帯通話料とか、はいうん、そういうものがです、ねはい、一時的な要因もあって結構上がってたっていうのが、まあ、去年の暮れぐらいは大きかったんですね、はい、それがだんだんこう剥げてきてしまったので、うん、まあそうするとです、ね、その賃金で本当にこう押し上げられて上がってる部分っていうのは実はそんなにないっていうことが今ちょっと分かってきちゃったっていう感じなんですね。 えなので、今これ、9月の数字まで入ってますけれども、はい、あの通常、物価上げる、価格上げるっていうのは、4月と10月が多いんですね、はい、だから、の次の10月の数字がどうなるのかっていうのが、ものすごい注目で、これはあの前回、上田さんも記者会見で、10月はよく見ていきたいとおっしゃってますんで、この10月でどのぐらいこうサービスがですねえ賃上げを反映して上がってくるかどうか、そこ、当面のポイントになると。 思いますね確かこの10月、3000品目ぐらい値上げしたんですよそうですね、ただそれは結構、ですね食品とか材の方なんですよ、材の方は、これはまだ以前の円安の分とか、まだ結構残っていて、それで結構材のの方は値上げしてるんですけども、こっちはいずれですね一巡してくるんですね、それからこれ、まだアネクドータルっていうか、お話の話ですけれども、一部、例えばイオンとかですね、大手スーパーが、何百品目値下げみたいなこと始まってますし。 それから吉牛、まあ、とかですね、はい、月谷とかそういうところもですね限定的ですけども、はい、値下げが始まっているってことなんでそのコストプッシュの部分っていうのはだんだんこう消えていくんですね。はい そうするとやっぱり賃金で上がっていくサービスの部分が最後残るので、そこがどれぐらい2%しっかり残るのかなっていうところがですね、これから大事なポイントになってくるっていう感じでしょうかね。そうですね。あの上田さんも第一の力、第二の力っていうふうに最近あんまりそれを知らないんですけど、でもまあ結局そういうことなんですね。輸入インフレによる上昇はありましたけど、そうなんで結局賃金上昇での価格転嫁っていうところがそうなんですね。 あのででもちょっとですねこの間、あの日経超特急のコーナーでも番組内でお話ししたんですけどなんか賃上げと値上げの循環がちょっと出てきているみたいなデータもあるみたいで2024年7月から8月は1.6%の生産コスト上昇のうち人件費を要因としたコスト上昇分1.0%分全体の6割強を占め。ものの 倍になったとかかちょっとずつそういうのも出てきてはいるんです、はい、それはね、あの多分計算上そうなってるっていうことだと思うんですね、はい、さっきあのグラフで見ていただいたように、はい、6月、7月は結構賃金上がってるんですよ、だ、うんね、からああいうデータを使って分析すると、多分そういう結果になるっていうことなんですね。<ー>で、実態として本当にそうかどうかっていうのは、ですねちょっとまだわからなないいもうちょっととと見てみわからない。えー だからまあそのもちろん財の方もですね、はい、やっぱ人手不足の影響で小売とかそれからあのいわゆるこう運送費ですね、うん、そういうところも上がっているのでまあ確かにこの先ほど井出さんがおっしゃった何千品目食品が上がるという中にもですね、はい、まあ一部こう人件費の要因なんかも入っていることは入ってるんですねあです、ええ、ただまああのそこはやっぱり今のところそのかつての円安の部分が結構大きいですから、はい、やっぱり一巡してくるかなと思いますね。<ー> あとはその財の方ですね、これはまあ足元上がって、またちょっと下がってとっていう状況ですけどこの辺はどう見てますか、ええ、ここはね、今ちょっと上がっているのは、あのやっぱりこの夏までの円安の部分というのが、まだ効いてるんですね、結構タイムラグがありますから、はい、半年から1年ぐらいはずれるんですよ、はい、だからさっきの頃10月にまだ値上げするっていうのは、過去の円安分があるんですね。はい でましたよね、はい、で8月9月と140円ぐらいまで一度こう円高になってですね、はい、もしそのままだとですねここから結構財の価格っていうのはもう上がりにくくなっていくっていう感じだったんですけれども。はいはい ままたたここのところ円円安ですよねね台乗ってきました、ね、でそうすると、ですねあの結構財のほうのインフレも意外にしぶといかもしれないということになってくるんで、はい、あのでさっきのサービスも大事なんですけれども、まあ、例えば12月とか1月とか、はい、あの利上げするかどうかということに結構その大事になってくるのはあの足元のこう円安がです、ね、どのぐらいまで進むのかというあたりですねここはあの7月の利上げ実際にあの上田総裁ですね あの円安が重要な要因だったというふうにおっしゃってるんですね。はい、だからまああの次が利上げもするかどうかっていうのはかなりの部分ですね。あのこれから円安がどこまでいくのかっていうことに、うんえー、かかってくる部分が大きいような気がしますね。そうですね。うん、為替が重要になってきます。 では、日銀が想定する見通しを狂わすような不透明要因としては、どういうものが挙げられますか、うん、それはね、やっぱりあの最大の要因はアメリカですよ<ー>で。これは私が言ってるわけじゃなくて、ねはい、あの上田総裁はこの前の9月の記者会見、大体記者会見1時間ぐらいあるんですよ。はい、その中でね、16回か17回アメリカとおっしゃったんですよね<ー>、うん。だから4分に1回ぐらいはアメリカ、アメリカって言ってたみたいな感じなんで、それぐらいね、やっぱりアメリカ心配だっていうことなんですね。月のの時に比べるとその後出てきる、はい 出てきてる指標がですね、足元はその雇用統計とか、まあ、小売とか結構いいので、うん、多分一ヶ月前に比べると今の方がまあ少しリスクは下がってると思いますけどね。ただまああの後者強者っていうか今いい、e、だけにですね、はい、ちょっとでもアメリカ悪くなるとあの株もねまた下がってるとのそういう可能性もありますしね。ねうん、あり、ね、から何と言ってもまだあの大統領選挙これからですよね。十二、ね、月の頭ですよね。うん、だからそこでそのマーケットの反応とかどうなるかまだわからないですから、えー、やっぱりアメリカの。 動向ってというのは日銀もですねまだしばらく気になるということだと思いますすねね、うんうんはい、そうです、ね、ここまでソフトランディングという見方が体制になっていると、うん、そうならなかった時のリスクはその大きくなりそうです、ね、大きいですね、うん、でかつその日銀の場合にはですね自分たちの利上げが原因で世の中が悪くならなくてもですね、はい 世の中がその悪くなる前に利上げしてたっていうそういうねあの間違いはしてしまうってこと自体がですね後から非常に大きな批判になるのでなんであのタイミングで利上げなんだってことになってしまうのでやっぱりそういうアメリカの不透明要因がこう晴れるまではですねなかなかこう利上げに踏み込みにくいっていうのは。 ありますね要因ととしては為替と有,有力な政治家の一人もね、うん、日銀が今、利上げするのはアホやと思うって,言っていう方もいらっしゃるぐらいそうですね、だそれを丁寧に言うと、ですね今、利上げする環境ではありませんっていう、石破さんの言葉になるので、うんはい、実はお二人、全く同じことをおっしゃってるんですね、そうだけですど <laughs> でそういう意味でやっぱりその政府との関係というのが、今後の日銀の政策にすごい影響はあるんですね特に ですね、その今、日銀は確かにこう物価とか賃金までおおむねオントラックというふうに見てるんですけども、はい、あの景気はもともと日銀はあのハードル低い低いハードル設定してるんですね、はい、まあだからその景気は底割れしなければいいと、うん、まあ特に個人消費なんかあの全然強くはないんですけれども、はい、まあ底割れしなければいいよねというぐらいのハードルでえ見てるわけですよ、うん、まあだからその景気についてはもうあの簡単にオントラックになりやすいような。うん 最初からそういうパスを作っているわけですねだけれどもその政治からするとですねもうちょっと個人消費がしっかり回復してこないと、はい なんでこんな時に利上げするのっていうことがですね、どうしても残りますので。その個人消費を中心とする景気をめぐって、まあ政府と日銀の。その考え方の温度差っていうのが、表面化してくるっていう可能性はですね。ちょっとあると思いますね。そうですね。うん、この辺の日銀と政府の関係性については、二部でもまた。そうでお聞きします。では、井出さん。はい、国内の物価情勢については、今どう見ていますか。そうですね。あの、先ほど門馬さんがね、グラフ出してくださったように、はい、あの、年明けから少し上昇して。 はいいるんですよねね春かからら夏ぐらいにかけて、ねはい、ただ、去年1年間と比べると、明らかに低い水準です、はい、ですまあまたちょっと円安に動いたとはいえ、150円ぐらいですから、この先ももしかしたら、もう少し下がっていくのかなという気もするんですよね。で、まあ、インフレ率下がること自体は、まれ、あ、わ生活するものにとっては喜ばしい。はい ね、ことなんでしょうけれども一方でインフレ率が下がったという下がるんだったら、はい、賃上げ率も下がるんじゃないかと思ってるんです。ですね、というのはあの去年、今年と大幅な賃上げが実現しましたけどあの賃上げって純粋な賃上げっていうよりもなんか防衛的な賃上げっていう側面が強かったと思うんですね。はい、つまり企業にしてみれば人材を確保しなきゃならない。 もしくは働いている人のね、従業員の生活を守らなきゃいけないっていうね、生活保障的な賃上げっていう側面が強かったと思うんですよ。はい、で、そうなると、インフレ率多少なりとも下がったんだから、じゃあ、あんなに賃上げしなくてもいいよねって話になると思うんです。はい、で、連合はね、さっきももさんが説明してくださったように5、5%以上目指すと。はい、で、ちょっと難しいんじゃないかなって、正直思っていて。 うん、五パーセントは多分達成しないんじゃないか。伊藤さんはどのぐらいだと見てますか。いや三から四じゃないかなと思うんですよね。だから先三から四だとね、日銀にとってはちょっと苦しいですね。ですよね。先ほど最低四は欲しいっていう話でしたね。だからまあ四点五ぐらいあればまあオッケーなんですけど、小さ購入して五に近いぐらいだとねオッケーなんだけど、でね、そこまでいかないという。いやちょっと厳しいんじゃないかなと思ってて、特に大企業の方が賃上げ率。 今年よりも下がると思うんですよ。というのは今下請けたたきが大問題になってきてるじゃないですか,、はい、か大企業にしてみれば仕入れ価格引き上げないといけないんですよね、はい、下手すると新聞の一面に乗りかねないっていうそうてなると賃上げの原資がまあ前より減るよねってことだからおのずと賃上げ率は下がるんじゃないかって気がする一方で中小企業の方は今までよりも納入価格が多少なりとも引き上がって って来てるでしょうか、はい、全部の会社ってわけじゃないですよ、はい、だからね中小企業の方がまだ賃上げ率賃上げ確保しやすい環境に来年の春ぐらいにはなるんじゃないかななんて思ってます、はい、だからその、はい、なんて言うんでしょうアンバランスというか、はいそのね、賃上げ率って言ってもう今年平均で5.3でしたんで、はい、でもあれ企業によって当然バラつきってすごいありますしす、ねすね、ちょですも、ね、であの厚生労働省が業種別の賃上げ率って集計してるんですよ、はい、それを見ると 一番高かった業種は12%賃上げしているんです、今年のの春、一番低いところは3%ぐらいしか賃上げできていないんですよ、ねえーすで、これが、ね、5年前は、ね、みんな、ね、2%ぐらいで団子状態だったんです、えー、それが、ね、年を追うごとにこう開いていっているんですよ、ねはあはあ、だから、これ,これ僕も、ね、もさんにお聞きしたいんですけど日銀ってそのへ全国平均の賃上げ率、うん、もちろん大事なんでしょうけどうけこのばらつきみたいなのもやっぱり考慮するものなんですか。 いやあのそこはあまり考慮しないですね。そこまでやっぱりマクロで見てますからね、基本はね。そういうもんなんですね。で大体ばらつく時っていうのはですね、あのまあ単価なんかの DI もそうなんですけれども、あの一旦例えば10%上げた業種っていうのは多分来年は下がるんです。あおっしゃる通りですね。で今年ちょっと抑えたところは来年上げられるみたいなそういうふうにこう入れ替わっていくローテーションなまさに。おっしゃる通りですね。だからやっぱ平均見てますね、企業はなるほど、なそういうことなんですね。でも伊さんがおっしゃってるようにその中小企業の方に賃上げが進んでいくってなると、まあ中小企業で働いている。 方,の方が日本はそうですよね。うん、ってなったら消費につながっていくことにそう思いますよあのちゃんとデータ見たわけじゃないですけど、はい、消費成功はやっぱり中小企業の方の方が高いと思うんです、はいうん、だからねやっぱり中小企業の方たちの賃金が上がればそれこそ実質賃金プラスになれば、はい、その分消費に回りやすくはなると思いますよね。はい でも、いずれにせようあの4%とかっていう賃上げが難しいと見てるということは賃金と物価の好循環っていうのもなかなか難しっえっとね難しくなイ来春はまだいけるかもしれませんけど、はい、じゃあ再来年とかね3年後5年後どうって言ったら、うん、こんな高い賃上げを持続できるかどうか。 ちょっとと厳しいいんんじゃないかなか思うんですよねす、えー、インフレ率は時期に落ち着いていくでしょうから2%多分切っていくと思うんで、はい、んのでそうなると実質賃金プラスは確保できるかもしれないですけどね、はいうん、わずかなプラスはでもわずかでもプラスであることは大事ですよアメリカなんてもうここ1年そんな状態じゃないですか。はい、わずかな 実質賃金プラスでそれ消費持ちこたえてるわけじゃあ、門さんがおっしゃってたここまでは賃金オントラックだけどだからそれを結局賃金と物価の好循環だから、はい、あのまさにその井出さんがおっしゃった、ね、これから賃上げやり続けられるのかっていうのは、ね、その原資をいかに確保するかなんですね、はい、その原資を値上げで確保するっていうのが日銀のシナリオなんですよ。はい だからそうするとやっぱりさっきの10月にねどれぐらいサービスが上がってくるのか、ね、そうすると残り半年でそれだけマージン拡大できますから、はい、それを来年の賃上げに回していくっていうことなんですね。好<で>循環だからそこが回っていかないとだめなんでうんそういう意味でやっぱは物価から賃金へというところもです、ねはい、見ななきゃいけないけでですよね、うん、では井出さんは日銀の金融政策の動きから株価などマーケットは今後どう動くというふうふに見てますか、うん、いやこれもね結局ねやっぱり為替次第 だと思うんですよね、はい、日銀が追加利上げをするかしないかというか、まあ、追加利上げの必要性が高まるかどうかは、はい、結局のとこ円安次第だと思います、うんあのー、さっきおっしゃったようにやっぱ7月の利上げって日銀としては多分ある意味作戦変更したんですよね、はい、円安が加速してる時だったんで。はい このままじゃまずいよねっていうんで利上げしたってことですね、はい、今回も150円超えてきて今151円台にちょこっと円高方向動いてますがす、ねはい、これがまた円安進むようだと、うん、物価うんぬん物価賃金うんぬん以前の話として、はい、やっぱりこれ日銀が輸入インフレ食い止めなきゃしょうがないよねっていう話になるんだと思うんですよね。はい、ただ 8月に、ね、ああやってマーケットが急変しちゃいましたからね、はい、であれを日銀がどう考えてるか、私は正直分かりませんけれども、多少なりともやっぱ慎重に。 ならざるを得ないのかなっていう気もしてます、その辺どうどうなんですか、<laughs> ね、日銀の DNA っていうのうこれね、日銀の DNA だけじゃなくてね、はい、やっぱりあの世の中の雰囲気ですね、うん、結局あの7月の利上げっていうのも、ですねあの日銀の説明はね、やっぱり自分たちの論理があるから、はい、あの将来の物価に与えるその上振れのリスクっていうことで、円安はまずいねっていう説明してたんですけれども、それ以前の問題としてね、うん、あ,あの時はもう世の中全体が円安困るっていう感じだったじゃないですか。うんはい でもうそれこそ当時の岸田首相をはじめですねもう政治家の方々もそろそろ金融正常化すべきだみたいなことをおっしゃってたしね、はい、だからあの財界のリーダーたちもみんな声揃えてですね日銀、何やってるんだみたいなそういう感じだったですよね、そうなるとやっぱり日銀もですね自分たちの DNA と関係なくやっぱり一定のやっぱり世の中に対する回答と出さなきゃいけないわけですよね、<laughs> はい、それが7月利上げの基本的な性格なのであのだから今後の円安で同じような雰囲気になるかどうか、うん、ここがやっぱりポイントですよね。うんうん 本来的にはやっぱり物価と賃金の好循環消費が 盛り上がって。本当はね。そうなんですけど。それで利上げっていうのが日銀としては一番のデインでいる方。ただその円安になりすぎちゃうとね、やっぱり輸入物価上がっちゃうので。そうすると、その消費が落ちる。結局だから、それも好循環に。水を差すんじゃないかっていう議論が出てきて。それに対する有効な反論ってなかなかしにくいんですよ。そうです。あ、そうそう、輸入物価のグラフ一個持ってきた。のでちょっとそれ。出してもらえますか。えっとね。八番ですね。八番。グラフの八番。これね、青い線が。 輸入物価の契約通貨ベースなんですよ要はドルベースもしくはユーロベースって考えればいいと思うんですけど、はい、あの契約通貨ベースだと今年の前半全然上がってないんですよね。うんはい、ということはこれどういうことなんですか、うん、で一方で赤いやつが円ベースの輸入物価なんですよ、はい、春先から夏にかけてぐっと上がっちゃったんですよねで,ねで僕はこれ真犯人っていう言い方してるんですけど、はい、真犯人は緑色の円安だと。ははは結局そういういことですよね だからその今のおっしゃ局面だけじゃなくてその前23年から、ね、もうずっと1年半ぐらい傾向的にそうなんですよ、うん、だから契約通過ベースとその赤いやつとの,その方向が去年の初めぐらいからずっと違いますよね、はい、1>, 1年半ぐらいたまるにたまったその円安圧力がです、ね、今まだ10月のいろんなものの値上げになっているっていうことなんですね企業もあれですよ、ね、値上げって、ねうん、例えばファーストペンギンになる企業 がいればセカンドドサードになるる企業もあるわけですよ、うんはい、最初はやっぱね価格競争力がある企業じゃないと値上げできないわけですよ、はい、ブランド力とかね消費者がついてくる企業じゃファーストペンギンが値上げしても大丈夫だったっていうのを見てセカンドサードの企業が値上げしていくっていうのがあるんでやっぱりね持続的な値上げってどうしても残りますよね。 ただその為替がねそのよくレベルで議論するんですけれども、150円とか、しばらく150円だったとしても、方向としてはほぼ横ばいになっていくわけですね、だからその物価に対するこの変化としては、圧力の変化としては、だんだんこう消えていくんですよ、それ以上上げる必要がないということになってくるので、為替がたとえ円安の水準であっても、ずっと横ばいであれば、徐々に財の物価っていうのはあの下がってくる、ですね上昇率が下がってくる。 えー、ちょっと最近、少しこう値下げの動きが出てきているというのもです、ね、多少、円安の動きが緩やかになってきているので、はい、ちょっとこう企業努力をすれば、値下げできる環境にちょっとなり始めているというところがあるんですねこれから、結構見ていくべきやサービス価格など、あと来年の春闘あたりはすごい注目していきますかね。ということでした。 はい、ではここまでで一部の日本の物価情勢を点検は終了とさせていただきますえテレ東ビズの YouTube チャンネルでご覧の皆様は無料でご視聴いただけるのはすみませんここまでとなってしまいましたえき引き続きご覧いただくためにはテレ東ビズのモーサテプレミアムへの登録をお願いいたします YouTube ご視聴の方限定で通常、初回登録時は7日間無料ですが14日間無料になる特別コードをご用意しています。詳細は YouTube の動画の下にあります概要欄に記載されていますのでそちらをぜひご覧ください。それでは、YouTube、では YouTube のごご視聴どううもありがとうございました。